様へお知らせいたします。現在大阪では緊急事態宣言が発令されています。不要不急の外出や移動は控えましょう。マスクの着用など基本的な感染防止策を徹底しましょう。それでは質問をお受けします。ございますでしょうか。関西テレビ長瀬と申します。その下にもですね、大阪府対策本部会議になりまして、まあ、今後の大国への予定等々を話し合っていくと思うんですが、まあ、知事と市長の中では今日この後も話あると思うんですが、今のところの宣言解除後の話になりますか。これはやっぱり一挙に、行動をすべて、規制を緩和して自由にというわけにはいかん。やはりそろりそろりと、やはり少しずつさまざまな規制を解除していくという方向性は一致しています。具体的にこう飲食店の方々にとっては、まあ、酒類の提供というのは死活問題かと思いますが、そこについてはどのような認識を共有しますか。まさに死活問題なんでね。で、皆さん協力してくれて、もう去年1年以上にわたってまともに商売してこれてない。特に今年においてはもう年末から時間制限なかった日はないわけだから。で、まあ3月はなんとか9時まで営業できましたけど、でもそれ以降はもうほとんどの今年の半年間のほとんどの期間もうほとんど休業されているという状況なんでね、このままではやっぱり大阪のこうもう文化でもあるこの食というところのもうダメージがね、食文化がダメージ大きすぎると。でこれ料理とお酒っていうのはセットですし、でお酒がやっぱり出ないということになると商売成り立っていかないんでね、その人たちがもう必死になって耐えてくれて今これだけ感染がまあ抑えてこれてるわけだから、やっぱりその数字に見合った形で解除すべきだと僕はそう思ってます。だからまあいきなり、フルタイム、自由に営業というのは無理だけども、まあ、ある程度の時間の制約にはあったとしても、やっぱり料理とお酒っていうのは僕はやっぱりセットかなというふうには考えてます。ただ最終的にはこれ国が決定することで、で大阪府は対策本部長である知事がやっぱりこう権限持ってますんでね、それはこの第4波において解除の、判断が早すぎたとかいろいろ批判あるかもしれないけど、時点で解除しない人はいないと思いますよ。非50人 の感染者までこう抑え込む中でね、従来は自由に商売できるのが当然ですから、だから時に、まあ、僕も吉村知事には解除すべきということは言いましたし、知事もその判断した。でもあれが早すぎたっていう批判あるかもしれないけど、じゃあいつまであれをね、緊急事態続ければよかったの、結局緊急事態を継続してても数字がやっぱり世の中の人全て分かってるわけだから、それは1日50人という数字であればね、緊急事態だと言ってもそれはなかなかこう制約ある形で、まあ、自分の商売をこうなんていうかな、休業してまで協力しようというそう気持ちになってもらえないと思います。だから今回もまあ今のこういう数字であればもう今実際にもう酒類提供してるお店も出てきてますし、まあ国がこういう形で要請したとしてもだんだん従わない、この数字で従えないっていう店がどんどん増えてくるんで、
そういう人、そういうお店が増えてきたら、今度従ってるお店もなんで自分らだけこれお酒出せないのとなってきますから、こう収拾つかないようになるんじゃないかな。やっぱり、コロナの対策というのは事業者、そして、国民の皆さん一人一人のやっぱり気持ちによって協力いただいているわけですから、やっぱり納得してもらう形でね、説明しないと協力をこれから先得れなくなるんじゃないかなと思います。一方で医療サイドからすると、やはりそのお酒の場でっていうところにまだちょっと早いんじゃないかという声もありますが、うん、まあ、全面的ではないにしても市長の考えとしては、まあ、一部こう緩和するという形で、うん、だからもっとね、数週間単位で物事を決めるんじゃなくて、まあ、例えば、3日連続で前日を上回るか形になってきた場合は、もう次の週からちょっとこう、まあ、お酒を止めるとか、休業要請するとか、まあ、そういう形をこうもっと柔軟に、こう対応を、していく、まあ、必要があるんじゃないかなと思ってます。ただ今はもうワクチンも接種スタートしてますんで、うん、これ新しいインド株っていうのがどんなものかっていうのがこれ不確定要素だけども、こうワクチン接種が順調に進んでいけば、ね、それだけ重症の確率は抑え込めて減っていくわけだから、まあそこも見越した中での僕は判断を国が判断すべきだと思います。それだけ今こう時間については、その提供については制限をせずに時間で制限をしていくべきだというのがあります。8時9時とかそのあたりから、まあそう時間でね、まあ8時ぐらいかな。だから7時半ラストオーダーとかね、うん、だって7時じゃ皆さんもそうだけど、これ勤めに行った後もそこへ寄れる時間ないですよね、うん、だから少しだけ、そういう形で飲食店の皆さんもまあビジネスが成り立つようにしていく、でそれも今度1週間経って感染が拡大してなければ少し伸ばしていくと、1週間で感染者が増えてくればまたちょっとお酒申し訳ないけども提供を控えてほしいという、そういう形で、集団免疫できるまでの間は本当にこうその非常に短期間のうちでさまざまな対応をお願いするしかないんじゃないかなと思います。それからやっぱり、まあ、大阪府もゴールドカードっていうものを出すわけだから、やっぱりそのゴールドカードの対策をやってるところはね、対策やってくれてるんならインセンティブがあるとかね、そうしないとみんな協力できなくなります、うん、8時という時間とか1週間っていう細かい期限でっていうところについては、8時とは他は協力できる、まあ、これ実際に対策本部の本部長を務めている、吉村知事が司令塔になっているわけだから、まあ、僕はその知事の司令の下でね下支えしている立場だからね、それは、専門家の皆さんもその短期間でそれだけの判断は難しいという声があるかもしれないけども、まあ、実際その短期間の間に、次の1週間の予測をしてくれと言ってもなかなか専門家の皆さんも答え出ないと思いますけど、でも、こう要請に応じる側にすれば、ね、やはりまあこう先の見にくい、そういうこうスパンでのいろいろと要請よりはもう目の前の例えば3日間1週間の数字でこうしてくれって言われた方が分かりやすいんじゃないかなと思います。ただ専門家にそのことを求めてもなかなか答えは出てこないと思います。では質問を受けします。読売新聞の目元です、うん、今日はその知事とはですね、そういう飲食店の対応のほかにですね、どういったことを中心にこうお話
話ししていきたいというふうにお考えでしょうか。いや、まあ、ワクチンも今広がっていってますんでね、まあ、そういう話もしたいと思いますけど、まあ、とにかくコロナ対策の話をします。次の質問をお受けします。毎日放送です、昨日市長をワクチン接種されたということですが、何か体調の変化とか。いや、筋肉痛ぐらい、軽い鈍痛打ったところ、あとは全然あの普通です。全く体調変化ありません。あのインテックスの方の予約が余っていれば市の職員に薄いということで、以前からおっしゃってましたけど、まあ、昨日実際にそういうのが実際に、ということですけれども、ただ僕局に確認してますと、やっぱり予約がいわゆるその期限っていうのが当日の何時までとか区切られてるわけではないので、最終的にどれくらいじゃあ予約枠が空くのかというところをギリギリまで出ないというような話もあったんですが、今こう予約が、まあ、昨日でいうと500枠くらい最初は空いたと思うんですけども、例えばその当日に関しては何時までに予約をしているとか、何か今後その市の職員に数をなんとなく把握するために、何かそういう期限みたいなものを設けるとか、そういうことを考えてらっしゃる。例えばもう今日の夕刻の予約枠っていうのはもう今日の午前中で予約が入らなければ今日言うて今日接種しに行くわけだから、これ普通に考えたらもう埋まらないという判断、埋まったところで数名ですよね、だからそこはもう現場のこう現場の対応のやり方において十分あのその誤差範囲だと思います。数人であれば、まあ、その市の職員の方が普通という話が機能しておられましたが、教職員の方も書かれたと思いますけど、その細かにプライオリティみたいなものというのは、何か仕込みとしてはどうなっているんでしょうか、市の職員の方で。プライオリティ、まあ、その教職員が優先なのか、例えばその多くの人を接する窓口に関わる職員の方が優先なのか、その市の職員の方が。いや、もうあの市の職員で接種したいと。で、今日の、一人一人の日程もありますから、予定が、例えば今日500空いてる中で今日行ける人はあの今日行ってくれる、まあ、教職員ももう教職員はもうあの教育委員会で、聞き取り調査をして、ほぼ、こう、いつ何時から接種するかっていうのもあのその希望者には大体行き渡っています。他の質問ございますでしょうか。関西テレビです。先ほど市長がおっしゃったその短くスパンを切ってっていうのは、まあ、これまでその宣言とか、まん延防止とかってやっぱりこう少なくとも2週間っていうような区切りで、そうじゃないとやっぱり効果が見えないっていう中で、おっしゃるようにこうなかなか専門家の理解も得られないかもしれないという中で、まあ、そういう細かい期限でやっていくと、じゃあこの週はお酒出せます、この週は出せませんとかっていう、ある種こう現場に対して混乱を招くという懸念もあるとは思っていて、そこの辺のこう現実感というか、具体的にこう市長と知事でそういう細かい期間で区切っていこうという、その辺の現実感は。いや、だからその辺もまだ話してないです。それは混乱ありますよ。ただ今これだけ感染拡大が抑え込まれる中、ワクチンがまあ、今接種始まってる中でね、こう種類提供を控えてくれというのはもう休業要請ですから、これはほとんど休業されてますんで、今の休業を要請してその説得力というか何を根拠にね休業要請するのかな、いや、またリバウンドあるかもしれない、それはあるんでしょう、多分ウイルスはなくならないから、でもその事業者の飲食店事業者から見ると、じゃあどうなったらねこう種類を提供できるようになるのと、ただ単に3週間我慢したら3週間後には必ず種類提供できるの、何もこう、じゃあその間今の状況と変わらない、状況が3週間後も同じだった場合は、じゃあまたさらに3週間なの、まあ、その間にワクチンは広がっていきますけど、だからやっぱり
あくまでも国民あのそういう飲食店もはじめ皆さんの協力でコロナ対応をやってるわけだから、その皆さんが納得できる説明がいると思います。で僕はその説明はやはり大阪モデルというもので吉村知事が判断してるんだから、だから皆さん大阪モデルの、数字これを注視しながらね、例えば第4波第3波第4波の時もああいう右肩上がりに増えてくる時はね、皆さんやっぱそれは仕方がないなということで、要請に協力いただけたけど、この下がってきた中で、まあそれ医療従事者の皆さん大変ご苦労をおかけしてますけども、重症のベッドももう、国のステージ3からステージ2にが見えるところに来てる状況の中で、じゃあ何を根拠として、協力をお願いするのかが、そこがやっぱりはっきりしないと、もう協力でき、なんで協力せないかんのってなりますよ。彼らもやっぱり命かかってる、もう1年以上まともに商売できていないんだから、だからそこはやっぱり僕は根拠のある説明がいるんじゃないかなと思います。納得感というところでいうと、まあ、飲食店の方々からするとやっぱりこう協力金がなかなか届かないとか、まあ金額自体もやっぱりこうまだ足りないというのはこれ まだ当然あると思うんですけれども、まあ、解除されたとしてその後の協力金についてっていうのはやっぱりここはもう少しこう拡充していくとか、そういう方向ってやっぱり自治体レベルでは難しいというか、これ自治体レベルでは非常に難しいし、大阪市としては時間時短をお願いしている、まあ様々な形で制約のある形で の商売をこちらが要請する限りはこの間、飲食店、の皆さんに、こう協力していただいたそういう、給付については継続をしていきます。おはようございますでしょうか。読売テレビの田田と申します。うん、飲食店以外の大規模商業施設とかイベントに関しては部長は何かお考えで。いやだから大規模商業施設もやってるじゃない。今は別まず百貨店もまだ土日は休業してくれという要請してるわけですよ、緊急事態中だから。でももう開けてるじゃないですか、独自判断、だからそういう形が飲食店もどんどん広がっていくと、もう言葉だけの緊急事態まん延防止になってしまうんじゃないの、だから今百貨店は、平日が8時まで土日は休業をお願いしてたはずですよ。でももう独自判断で土日先週から空いてるじゃん。だからそれもみんな数字見て判断されてるんです。みんなそれぞれビジネスやってる生活に、百貨店で勤めてる人たち、商売してる人たち、みんなその生活かかってますから、だからそれは数字を見ながら独自で判断しよう。だからその緊急事態マンボウという要請に対して、まあ行政側の人間ね、政府や我々含めて、その言葉に対してもう皆さんそのまま受け取ってもらえない状況が百貨店見ても出てるんじゃないの。だからそれが今度は飲食店にも広がるんじゃないかなと僕はそう思っておる。それを心配してる。大規模商業施設とかにはやはりそのマンボウに移行して、まあ市長のように、その根拠を与えるっていうようなところっていうことですかね。だからやっぱり感染拡大基調になってきてる時に、いつの時点でもう一度緊急事態ということをやっぱりこう予定をしてメッセージを出すかということだと思います。あとで昨日ワクチン打たれたと思うんですけれども、実際会場を行ってみて、スムーズさとかどうでしたか。もう全くスムーズ、会場入場からまあ問診、そして接種、そして経過観察受付から、ね、そこまで30分かかりませんから非常にスムーズだと思います。どの辺を打たれて、どの痛みとかはどうでしたか。この辺ね、打ったけど痛みは筋肉痛程度です。わかりました。ありがとうございます。
はございますでしょうか。すいません、産経新聞の矢戸です。うん、脈絡のない話で恐縮なんですけども、うん、保健所機能なんですが、今、まあ、安倍の2万1箇所あって、でその各国にも保健福祉センターが設置されているという状況だと思うんですけれども、まあ、今後将来を見越してですね、保健所機能の自動相談所のようにですね、まあ、分散させるといったような、そういった考えというのはありますか。分散というより保健所機能は、強化をしていきたい。で今日もその打ち合わせしましたけども、まあこういう、まあ、インフルエンザの、マニュアル、感染対策マニュアルというのはあるんですけども、このようなやっぱり、まあ比べ物にならない感染力を持っている、それからまずは治療薬がないという、このような感染症、まあ、が発生した場合に、発生状況のレベルに応じて保健所の体制をどういう体制を整えていくのかというマニュアルを秋までに作ろうということで、今保健所と今保健所業務も少しはまあ、まだこれは、余裕があるというかいうような状況まで行ってないですけども、まあ、第4波の感染拡大期に比べれば少し、こう余裕も余裕というか、まあ、時間はありますんで、今の間にこういう、こう治療薬のない感染症が発生した場合の、保健所の組織、体制、それからいうものをこうマニュアル作りを今やろうということで保健所に指示をしています。で、例えばハードの整備についても、どうしても今の保健所の、まあ、安倍野の保健所のキャパでは、人が集まってもそこに入りきれないとか、そういうこともありますんで、緊急事態を、発出しなければならないような状況で、それに対応できるマンパワーを、収容できるようなそのハードについても、これはもう早期に検討が必要ということで保健所幹部には指示しています。話でマニュアルなんですけれども、それはもう感染拡大兆候が見られたら、ではもうあらかじめ何人増強しようとか、そういったことを事前に決めておくというステージのもの、だから、まあ今のステージ、感染症のステージの状況、まあ、大阪モデルで言えば青信号の時はまあ平時なんでね、でも黄色信号ついたら、どういう職種に、どういう人を、配置をしていくか、今回の第4波の時にやはり、感染症非常にファーストコンタクトが遅れたという部分もあります。でこれがやはりこれは従来の保健所の、マンパワーだけでは厳しいものがありますから、だからこのファーストコンタクト部隊というのは、いざという時にすぐに増やせるように、これは外注も含めて、準備をしておくというそういうことをマニュアル化しようということで今やっています。ハードの強化なんですが、それも安倍野以外にも、もう一つの保健所のようなものを設置して、そこでも実務に当たると、そういうような保健所の機能というか場所を何箇所かに分けることで、これ機能強化となるのかね、一箇所に、こう司令塔で、そこに、広いスペースで全員が集まる方が、こう機能強化になるの。感染症対策においては、分散するよりも集中した方が、機能強化になるということがちょっと今分かってきてます。いざという時に今この第4波の時も新しいそのスペース確保が必要とか、そういうところで手間取ったところありますから、普段はまあ会議室で使ってても、
いざという時にはそこへ全員が集まれると、感染症チームが一堂に集まって対応できると、そういう形を作ろうとは思ってます。だから分散していいのは特別区であればね、これは首長がいて、全責任持ってやるわけだから、その場合は4つの保健所がいいと思いますけど、でも今はこれ大阪市という政令市の場合、政令市全体での感染症対策になりますので、これは集中して、いざという時に人がそれだけ集まっても十分、作業ができる、ハードで言えばそういうスペースが必要だと思います。だから普段はまあ会議室ですけど、そのハードというのは具体的にどういったところを検討を、頭の中にあるんでしょうか。これはまあ今健康局、保健所長、保健次長にも、一回ちょっと可能性あるところをちょっとピックアップというか探してきてって言ってます。繰り返しになるんですけど、やはりその教育委員会の4ブロック化とかですね、児童相談所もいくつか4カ所できるかと思うんですけど、そういったものとは違って、やっぱり一の感染症というものは一つの司令塔の下で業務に当たるというのが合理組合の考えでも望ましいという考えでしょうか。感染症対策としてはそれは人もお金も無尽蔵にあるというんであれば、どん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 組織をこう増やしていけばいいんですけども、やっぱり全て、こう有限な資源を活用するわけですから、その中でいかに効率よくということを考えると、その感染症のステージに合った、組織体制とそれからハード整備を、事前にきちっと決めておいて、その対応をしていく、その都度やっぱり、それに見合った機能強化するというのが僕は効率的だと思ってます。ありがとうございます。です、今の関連するんですが、保健所の保健所の仕事ってこう保健師の方が保育薬調査だったりしていくって、保健師というような看護師だったり、資格がある職業の方が行っていること多いと思うんですが、こういう方をこう一気に増やそうとしても、時間がかかるっていうのは問題でもあると思いますし、逆にその余裕を持たせて確保しておけば、平時はちょっとこう、たぶつくといったら失礼ですけれども、ある程度こう遊ばせてしまうような、そういう状況っていうのは承知の上っていうようなところなんですか。だから平時の時は各区の保健センターでの、業務をしていただいてる。でもステージが、感染症ステージが、こうレベル2、レベル3上がってきた時点ですぐに、役所の中では、併任の人事を、もうそういう数字によってはもうこうそういう流れの中で、その専門職の皆さんが人事発令できるような、そういう形を作っておこうと思ってます。それからあとはもう一つはやっぱり外部のそういう専門家の人材派遣、専門職の人材派遣会社と平時の時からいろんな協議なり協定を結んでおくとか、そういうことを考えていこうと。これってその常にやっぱり保健所の業務がこうずっと逼迫していたとは思うんですが、やっぱりこの3波でも特にそういう状況になったときに、この3波が落ち着いたタイミングでそういうことが検討できなかったというところは、どうですか。3波が落ち着いたというか、3波のあとすぐ第4波がもう早かったですからね。だから去年の、第1波第2波のあと、第1波第2波を乗り越えたんで、この第4波のほどの拡大になるとはなかなかやっぱり想像できてなかったところがあります。だからその間も、第1波がスタートしてから体制の拡充はやってきました。ただそれがやっぱり十分対応できたという、我々が予測以上に、早いスピードで感染拡大が進んだという、それがやっぱり、その経験をもとに今度はガイドラインをしっかり作っておこうと、感染症ガイドラインを作ろうということです。秋まで
まあ、今、今日も保健所次長と話してますけど、ね、まあ、今の状態だったらちょっとインフルエンザのガイドラインがあるんで、それにしながら、考えていくということです。おはようございますでしょうか。日本経済新聞の高橋と申します、うん、先ほど市長の今後の体制と休業要請とかする場合、こう3日間とか1週間も運用して柔軟にこうやる形もあるとおっしゃっていたんですけども、仮にこういう警戒体制を続ける場合、時期としては夏とかワクチン接種が終わる秋とかまでこういう体制を続けていくべきだと考えますか。これ集団免疫できるのは大体人口 の、 WHO の、今発表で人口の7割が、この抗体を持つというか免疫を持つのが必要だということですから、それがどこの起源なのかというのは僕はよくわからないけど、まあ、少なくとも1年や2年はやっぱりこういう、この未知のウイルスですから、この変異もするわけで、1年2年はとにかくそういう形で、社会の変化も対応というのはその都度、ワクチン感染状況に合わす中で対応するしかないんじゃないかなとは思っています。関西テレビですが、やっぱりそのワクチン接種の普及までどれだけ、まあ、こう時間を稼げるかというところが課題になってくると思うんですが、その納得感、飲食店の方々とかへの納得感というところで、そういうこまめな切り替えをしていくことで、まあ、逆にその陽性が出たり出なかったりすることで逆にそれが効いてこないという懸念も一方であると思うんですが、でもじゃ今7月末までには65歳以上の高齢者の接種は完了できる見込みが立ってます。でもこれあくまでも任意なんで全員じゃありません。で、今我々は8割の人が希望されるという試算してますけども、まあ、ひょっとしたらこれは7割6割になるのかもかな。じゃあそれが、まあその方々もこのワクチン接種によがどういう、 こう中身がよくわからないから今まだちょっと様子を見てられる。その人たちが全員接種するまで飲食店は全て酒類提供せずに、ね、時短の7時までで、これ飲食店持ちますか。大阪の食文化っていうのはこれなくなってしまうんじゃないか、だからもうこの現実今ゼロコロナはないんですよ。だからまあ無責任な人たちはね言ってるけどゼロコロナを目指すべき、どうやってやるの？ないわけだから、そんな中でやっぱり、飲食店も含めた皆さんの生活を成り立たさないと。で、まあそれ協力金で何とか細々食べてもらえればいいじゃないっていう人もおるけど、その人たちも別に協力金見立てに我慢してくれてるわけじゃないんでね。コロナの感染を拡大を何とか抑えようと。で、その人たちも医療従事者の負担は何とか軽減させようと。金で協力してるんじゃないんですから。だからやっぱりその人たちの生活も成り立つように考えないとダメだと僕は思います。だからそれは、じゃあ全員がワクチン打つまで。で、ワクチンも効果がまだどれだけ半年に1回打つべきなのか。一度打ったら抗体がどの程度持つのかもまだはっきり分かりません。半年と言われる人もいるけど、だからまあ完全なやっぱり治療薬ができるまでは感染の現状、感染のその時々の状況に合わせて皆さんが納得できる説明がいると思います。まあ、金これ十分でもないしね。ただ協力金がもっと増えたからじゃあもうずっと休みたいなんていう人は僕は少ないと思いますよ。おはようございますでしょうか。
それでは終了いたします。続いて制度に移ります。質問のある方、挙手をお願いいたします。その理由ってまあ三文芝居に突き落てられへんってことです。まあ、誰が見ても芝居やでわかるじゃない。共同通信も芝居やでわかって聞いてるよ、うん。今この時期に不信任出して解散できる？選挙に勝つとか負けるじゃなくて、総理が。だってこう今オリンピック控えてワクチン接種これからやってる中でコロナもまだまた引き続きねやっぱり、さっきも言ったようにまん延防止で対応が必要な時に解散総選挙打てますかね。こんなの最初からねもう聞いてますよ、うん、だからもう三文芝居に突き落てられんということです。